はい、やってきました。 YouTube 始まります。ね、ここはね、岩国でございます。岩国の米軍基地ですね。今日はね、航空ショーとかいろいろあるということで、はい、じゃあ潜入取材してみようと思います。はい、じゃあ早速行ってみましょうか。はい、まずはここからね、まあ持ち物検査とかあるますので、こっち側、こっち側ですね。ペットボトルとかここはダメなんですね。液体関係はないです。ペット持ち込みですね。お願いします。出す感じ。はい、どうぞ。ペットボトルダメですね。ペットボトル、ペットボトルどっかで預ける感じ。ぽいぽいです。あ、ぽいで、ぽいになるね。どっかで、あ、どうしましょう。いいね、ある感じで。あ、すごい、こういうのもあるんですね。これみんな通らなくていいんですか。大丈夫、ノープロブレム。よっしゃ。すごい目で見てましたけど、このズボン。そうですね、すごい見られてたですね。このズボンのせいでしょうね、本当に。背中にでもこれがあったらいけるんかなと。はい、できん。はい、できん。ミリタリーポリス。ということは、ということなんで。憲兵です。憲兵。やばい、めっちゃ緊張してるから喋れんかもしれないね、これ。じゃあちょっと行ってみます。パターン。パターン。次だよ。あ、OK。OK、Thank you。Let's go. お願いしました。すごいですね。うん。音がすごいですから。はい。Kentucky? Kentucky. In the States? Above Tennessee? はい。Yeah. どこ? Kentucky? That way. Yeah, that way. でもあっちの方だって言ったんで、もうあっちの方でもだいぶ遠いな。あったっけな。あるの、あっちに。I want a Burger King. Where is the food for? 多分今日閉まってる。今日閉まってる。多分。Thank you. はい。はい。まあ日本語わかるっていうか、まあ僕の英語はダメだったってことでしょうね、多分ね。はい、ちょっとやってみたいですね。ちょっとね、なんかキャスターになれるっていうことですね。はい。Yeah, it's time. It's time. It's time. はい。It's はい。It's time. お願いします。Crazy. Crazy. Crazy. まあ、ここで。はい。はい。This is because we are in the Iwakuni news update.Today we celebrate the 42nd anniversary Friendship Day. We are the Japanese man, but she means Safe Defense Force and Marine Corps Air Station, Iwakuni. My favorite part about Friendship Day is no Kentucky, no hamburger. That's it. It's an Iwakuni news update. Thank you for watching. YouTube よろしくお願いします。めちゃめちゃ近く行けるんだ、これ。いや、ほんまそうですよ。ね、中にはなんか中に乗れるものもあるっていうことでね。すごい。こういう感じですね。うん。まあ、すごいね、なんかね。すごいな、トタみたいな感じではある。なるほど。うん。これでもごっつい本なんですね。
まあ、切り離しができる燃料、ね、燃料なんですね、こちら予備燃料、はい、どういうことこっちには何を積んでたの。あ、これ爆弾とかです、誘導弾とか。何はやっぱこのもうここにつけとった、あの戦車とか、うん、こっち系を狙うため。なるほど、そういう感じだったわけですね。C-130 輸送機、輸送機、食料とか、はい、そうですね。まあ、ね、見る限りはそんなに広くはないのかなと思うんですけど、皆さんね、こうやって並ばれて見るぐらい、見る価値ありかなと。まあ、先を進んでいくと、まあ、輸送機ですね。輸送機どうなのかな、これ資源あ、外から回っていくところですね。はい、なんとか入れるんだろうね。そうですね、ちょっとまあ、こんな感じです。まあ、こちらが最初の出口なんですよね、はい、まあ、今回もいろいろ取れたかなと思います、はい、意外とやっぱ体力いりますよね。いや、疲れですわ、ほんまね、僕でも偉いなと思ってるから、うん、これに向けてやっぱ筋トレをして挑むっていうぐらいが、うん、ちょうどいいかもしれないですね、はい、そうなんですね。まあ、これで出口の2つを終わりたいと思います、はい、ちなみにまた皆さんもぜひ機会があれば来年お来てください、はい、ありがとうございました、はい、はい、どうも。スピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。